えー、講談師の神田三陸でございます私が愛する松下幸之助さんの一席でお付き合いを願いたいというようなところでございます。まあこの東京と大阪でございますけれども挨拶の仕方も変わってくるわけでございましてね「どうもこんにちはあお元気ですかああそうですか」。まあこういうふうにやるのが東京でございますが上方へ参りますと「どないでっか儲かってまっか?」。 まあこういう風になるのが髪方でございます。えー、これはね江戸時代東京の方は武家社会でございますしまた髪方の大坂、まあ、これは商人の町でございますので挨拶の仕方も変わってくるわけでございます。その商人の中でも一番とされておりますのが松下幸之助でございます明治27年11月27日。 和歌山県、ここで誕生をいたしましたのが幸之助。七人兄弟の末っ子として生まれましたが、まあ、この家と申しますのが、大変に裕福だったそうでございまして、隣村まで行くのに、自分の敷地を通って隣村に行けるってぐらいなもんでございます。まあ、これね、家が十畳ぐらいしかこうなくたとしても、ちょうど隣村の境界線のところに家があったら、 そのまま隣に行けちゃう、まあ、こういうような感じでございますけれども小之助さんのところは違ったそうでございまして樹齢800年もありましたこの松があって松下と言われているぐらいな、まあ、お金持ちだったそうでございます。ですが5歳になりました時にお父さんが米相場に手を出してしまった。さあこうなりますと負けに負けてどん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 と くしていく、ついには家の家財道具も売り払って隣村に行かないといけないというようなありさまでございました小学4年生になりました時に晃之助「お前はでっち奉公をしてこいと」とお父さんにこう言われましたので電車で大阪へ行きましてまず最初に奉公いたしましたのが火鉢店でございます。 まあこの火鉢店3ヶ月で店が潰れちゃった。ですがねこれはずっとここでやっておりましたら後にこんな大きな火鉢を売るような会社で松下火鉢店株式会社、まあ、こうなっていたかもしれませんけれどもこの幸之助の働きを見ておりました近所の人が 小僧さん、ね、私がねちょっとお店探してきてあげるからと、まあ、そこで「自転車ととというこころで奉公をすることになりました。人間徳を積むは重視の時にありと」と、まあ、こういうふうに言われるくらい、まあ、この年代と申しますのは大変に苦労をしたりとか勉強をしたり、まあ、そういうようなことをすると大変にいいそうでございます。6年の間奉公をいたします。 ま、そして、時間がありますと、講談本などを読みまして、字の読み書き、そして、人間の色はまあ、こういうようなことを教わったそうでございますが。小僧さん、すまないけれどもね、えー、タバコ買ってきておくれ。はい、承知をいたしました。手が油まみれになっておりますので、から洗いまして、タバコ屋さんに行ってタバコを買ってくる。 どうも、お待たせいたしました。うん、ありがとうね。しばらくいたしますと。小僧さん、タバコ頼むよ。はい。チャッと言って買ってくる。小僧、タバコ、ちゃ。小僧、タバコ、チャこの、毎日この繰り返しでございました。そこで、幸之助考えた。タバコを二十個買いますと、サービスで一つついてくる。つまり、 5%の儲けなんですねですから大量にこうタバコを買っていってタンスの中に隠しておきます。小僧さんタバコ買っておくれとこう言いますとね、さがね、っと行ってタンスからこのタバコを取り出してすぐに渡す。まあこれが大変な儲けになったそうでございまして、まあ、人間というのはこういうふうに工夫をしていくと自分の方にも儲けが出てくるというような案梅で 店側といたしましても小僧さんのいない間に他の人たちがいろいろと作業をしないといけないえそしてお客様の方もすぐにタバコが出てくる幸之助といたしましては儲けが出てくる、まあ、これは散歩をめでたいというのはまさにこのようなことでございますある一日自転車の納車で市内へと参りますとこの市電が走っております これを見たときに、こうのすけ、はあ、これからは、エレキの時代だ。うん、なんかそういうところで、働きたいものだと。全身からしびれがビカビカビっとこうきまして、うわっとそのまま店へ戻って、そのところをやめて、入りましたところというのが、大阪伝統。まあ、ここで、 一から見ら見ないとして働くわけでございますくる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 お盆の上に豆を転がすように実によく働きますものですからすぐにどんどんと出世をいたしまして検査員となってまいりますと、まあ、この検査員の仕事早い時は3時間で仕事が終わっちゃうんですね、まあ、その後どういうふうにしたかというと何か新しいものをなんかこしらえて研究開発をした。 一番最初にできて参りましたのがソケットでございます。まあこれを主任のところへ持っていきますと。どうでしょうか。まあこういうものをこしらいましたんで、これをぜひ使ってください。ん <laughs> これダメだ。あ、こんなもんダメ。あこんなのね、課長に見せられないから、パーンと、ゴミ箱に捨てられてしまった。若い自分の幸之助でございます。このソケットを、 ご隠箱から取り出しますと、ここで、それじゃあ、僕がこのソケットを売ってみせると、この会社を辞めてしまって、会社を起こした。ですが、このソケット、まるっきり売れずに、100個しか売れなかったそうでございます。大阪で、行商をしながら、これを売りに売り歩いたんですけれども、結果はこういうような結果。 働いておりますものが一人減り二人減りと。ついにはこの時、女房がおりましたが、家財道具一式を売りまして、銭湯に行くお金すらございませんでした。ですがね、人の運というのはどう変わるかわからないものでございます。行商に行っておりました折に、この店主が、 孔之助の働きを見ておりまして、それじゃあね、今度はこの扇風機の土台になるものを作ってくれないかと、まあこういうふうに注文が出た。これから孔之助一生懸命その製品を作ってまいりまして、お金の方も裕福になっていく。さあこの後に開発されましたというのが二股ソケット、そしてナショナルランプ。 次から次へとヒットをしていくわけでございまして、今の松下電機があるわけでございます。本日のところ、松下電機の秘蔵秘話と申します一席、この辺でご無礼申し上げます。